り7時間と30分が減った29分。はい、ということでじゃあ今からですねこちらイカイニャンことの方やっていこうかなと思います。もう残り時間がわずかなんでね、まあ、ちゃっと残りステージ片付けていきましょうか。挨拶は今回は省略です。じゃあ早速やっていきましょうか。まあ言うてもね39回までやってるんであと残りわずかなんでね、じゃあちょっとですねやっていきましょう。編成どうしようか。もうめんどくさいからもうあれかな、前回クリアしていいかな。はい、ということで、あ、これでクリアできたっぽいですね。ちょ、一回やるのもだいぶご無沙汰だからな。まあいっか、じゃあこの編成でやってみましょうか。ちょ、久々すぎてちょっと待って、立ち回り覚えてないけど、まあなんとかなるでしょう。頑張ります。さあ、ということで、早速やっていきましょうか。いや、めちゃくちゃ眠いんだよな。眠いんだけれども、やらないとね、多分起きたら絶対間に合わないと思うから。じゃあ、ちょっと待って、とりあえず、これは確か、一回攻撃、ここだな。ここでニャンマぶちかまして、で、とりあえず、あと、レッドエナジーがめんどくさいんだよね。そこが、とりあえず、まだいける。まだニャンマはいけるはずだ。これでいけるか。あ、いけたね。で、こっから、ミーニャが出てきて、どうしようか。ちょっと待ってよ。じゃあ、もうここであれか。とりあえず、もうマシンも出して、もうやめて。ミーニャの攻撃やられたね。これで大丈夫かって、お財布結構ギリギリなんだけど、割と、これで大丈夫かな。なんかちょっと、怪しいよね。大丈夫かな。ちょっと微妙なライン。待てよ。普通にさ、待って、回出しちゃったけどさ、大丈夫そう？大丈夫そう？ちょっと回ミスった感じもするけれども。まあ、いいか。まあいいか。もうダメだね。もう完全に寝ぼけてるけど。もうでもそろそろ多分次でいけるんじゃないですか。よし、オッケー。レッドエナジーは突破できたから。あれ？じゃあさ、待って、これさ、ダブルキャスいらんくない？これ。なんで編成に入ってるんだろうね、これ。これ、いらないよね、これね。全然違うよね。だったらさ、速度速くてさ、ご利用しできるキャラクターの方が全然良かったよね。なんでま、いいや。まあ、これはまたね、ちょっと後でちょっと編成入れ替えてやってみましょうかね。ちょ、よくわからないわ。なんで入ってるのか。そう、以前のね、ちょっとイカイニャンコドの時にちょっと振り返りたいけど、ちょっと振り返るものがないからな。多分動画でやった記憶もあんまりないからな。まあ、いいや。よし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 。あ、みんないつ倒したの？ちょっと待って、見てなかったんだけど。あ、オッケー。もう大丈夫ですね。ここまで来れば大丈夫かな。ここだったらサラダでもよかったよね。たっちゃんがめんどくさいからね。あとは、そうだね。まあ、いいよ。なんとかなりましたね。よし、OK。で、次でラストなんだけど、次結構えぐいんだよね。次、待って、どの編成だったんだろう。まあ、確認していきましょうか。さあ、ということで、ラストでございますね。40回チェックポイントでございます。これの前回クリア時に関してはと、なるほどね。これでやったってことはもう完全に放置ゲーだよね、これで。もう多分俺脳死してたんだろうな。もう多分手動でやりたくないから多分完全にね、多分放置プレイっていう感じだと思うんですけど、これクリアできんのかな？ちょっとまあいいや、ガンガンちょっとアイテム使っていきましょうか。じゃあとりあえずこれでやってみましょう。カンタ、いきます。これどうだったっけ。ちょっと待ってよ。一旦モヒカンでこれで様子見ていきましょうか。だよね、だよね、だよね。これなんだよね。だから、速えな、速度が。思いのほうがめちゃくちゃ速いんだけど。じゃあもうこっからもうダメだね。これちょっと、いや、思いのほうが、これ大丈夫かな。これちょっとやばいよね。これ結構、大丈夫か。これ不安でしかないんだけど。ちょっと、思いのほうがめちゃくちゃ不安だな。まあいいか。とりあえずポチポチ押しながらこんな感じで様子見ていくか。いや、これ意外といけんのこれ。覚えてない。多分ね、前回のイカイの時多分ね、40回までやんなかったんだよね。もうめんどくさすぎて、確かね、飛ばした気が、でもやらなかった気がするのよ。そう、だからちょっと待って、久々すぎて、まあいいか。もう、これでとりあえず様子見ていきましょうか。あとは、やばい、小顔が来てる。こいつ結構だるいけれども、大丈夫かな。もう不安でしかないんだけれども。不安でしかないけれども。まあ、いいか。それでちょっとこんな感じで様子見ていきましょうか。いや、眠いな。すげえ眠い。睡魔がやばい。睡魔がやばいからこそこのニャンプ編成はすごいありがたいんだけどもね。でも大丈夫かな。大丈夫かな。お財布はまあ若干余裕は出てきたんだけど。あとはハッカーがあとね、水見できればすごいでかいんだけど。それまでちょっと耐えられるかな。いや、あともう少し2周目のハッカーからせるから、そしたらだいぶ変わってくれたらありがたいんだけどね。でも押されると、よしやばい、地味にこの押されるのがやばいんだよね。まずい、やめてくれ。このじわじわ押される感じがね、すごいヒヤヒヤするのよ、これは。よしもうやめろ、まずい、まずい、まずい。痛い、消えたか。
これちょっとまずくないか、これ大丈夫かな。これなんか怪しいよね、これね。これ未だに待って、これちゃんとした編成がさ思い浮かばないんだけどさ、大丈夫かこれ。これでクリアできたら全然いいんだけどさ、これでクリアできなかったことのことを考えるとちょっと怖いよね。うわー、もう速度が速いんだよこいつ。あら、やばいやばいやばい、これ結構やばいな。うわー、ハラハラするわ。これはとてつもなくハラハラするけど、あーもうまずいな、これ無理じゃない、これ無理だよね。あー、やっぱソルトの真面目な編成でやった方が良さげですね。もう無理か、もう無理だろう。いや微妙だな。これどうだ、ギリギリいけるかな。なんか怪しいな。ちょっとこれどうだろう、いけるか。ここまで来たらとりあえず押してもらいたいんだが、いやー、なんとも言えないな。うそー。これ最悪さ、ペコルガが押された時にとりあえず超人でなんとかやればいけそうな気がするな。一旦ちょっとこれで様子見ていくか。これなんとかなりそうな気がするけど、あー、ワープされたか。なるほどね、なるほどね。じゃあとりあえずここで、どうしよう、一旦超人投下しとくか。はい、よし、これでどうだろう。多分ね、次のノックバックできるはずなんだけど、あー、もうタイミングがいい。や、いかないんかい。なんだよ、嘘、行ったと思ったんだけどな。ちょ、取り巻きが邪魔だな。重いのがちょっと取り巻きが多いぞ、多いぞ。うーわー、マジか。いやー、そろそろ行けたと思ったんだけどな。いや、まだ行かないか。あー、やられたか。まずいぞ。まずいぞ。超人行け行け。いやー、もう、あともう少しなんだけどな。それがなかなか行かないですね。やばいな。ヒヤヒヤするわ、これ。よっしゃ、行ったわ。よっしゃ、とどめさしてくれたね。いや、よかったよかった。もう大丈夫だわ。いや、疲れた、指が。よし、ということで、なんとか行けましたね。いや、もうずっと手動だったからすげえ指が疲れたよ。なんとか行けましたね。よし、これで、ようやく、安心して寝られるわ。あれ、こっからあれだよね。白攻撃したらなんか、じわじわなんか出てくるんじゃなかったっけ、取り巻きが。あれ、覚えてないけど。あ、出てこない。出てこなかったらいいよ、それで。あ、なんだ、大丈夫そうですね。よし、オッケー。なんとかなったわ。いやー、やってくれたわ、第三形態ね。はい、ということで、クリアでございます。報酬はどうだったっけ？あ、そう、微妙なんだよね。金またたび種が欲しかったわ。はい、ということで、終了でございます。おやすみ。